ローカープル社つまり宇宙人間の形を取ったジャイナ宇宙論による宇宙の構造ジャイナ宇宙論ではジャイナ教による物質的、形上学的宇宙やその構成要素の構造、機能を扱う。ここで言うジャイナ教にはジャイナ教の聖典、注釈書、ジャイナ哲学層の著作が含まれる。ジャイナ宇宙論では老化つまり創造されたのではない。 無限の過去から存在している、始まりも終わりもない宇宙について考察する。ジャイナ教典では宇宙を足を開いて手を腰につけた人間のように図示する。ジャイナ教によればこの宇宙は、頂上が狭く、中ほどに行くに従って広がり、そこでもう一度広がっている。アーチャーリャのジナセナのマハープラーニャは次の引用文で、有名である、数人の愚かな男が、 創造主が世界を作ったと宣伝した。世界が創造されたものだという教義は無視量なものであり、拒絶されるべきだ。神が世界を創造したのなら、想像する前の神は、どこにいたというのか神は、超越的存在で、何の助けも、必要としないというのなら、神は今どこにいるのかどうして、神が何の素材もなくこの世界が想像できるという。 ことがあろうか神が先に素材を作り、その後で世界を作ったというなら、無限交代に陥る。この宇宙は、以下に述べる、ジャイナ教で六つの、ドラビアと呼ばれるもの、つまり、実体よになっているという、ジャイナ教で想定されている、時間の分類ジャイナ教によれば、時間には、始まりがなく、永遠に続く。カーラチャクラ、つまり時間の宇宙的な車輪は、 簡単なく回り続ける。時間の車輪は回転の二つの段階、ウトサルピニーつまり登っていく時間サイクルと、アバサルピニーつまり降りていく時間サイクルに分けられ、互い違いに起こる。ウトサルピニーは、タイムスパンや年月が大規模化していき、繁栄と幸福が増大していく段階である。一方で、アブサルピニーは、時代のタイムスパンが衰えていき、 悲しみと不道徳が増大していく段階である。この二つの時間サイクルは、それぞれ無数の細かい期間から構成されているが、さらに六つの、アラという均等でない期間に分割される。一般に、時間サイクルは、アバサルピニー、つまり下っていく段階とそれに続く段階のうちにある。ウトサルピニーでは、アラの順序が上述とは逆向きである。 ドゥシャマドゥーシャマから始まって、スシャマスシャマアで終わり、また、アバサルピーニーが始まる。そうしてこの終わりないサイクルが続いていくのである。これらのアラはそれぞれ途切れることなく、あるいは終末論的な結末に至ることなく次のアラへと進んでいく。人間の幸福、寿命、身長や社会一般の道徳的な栄意の増減は時の流れに従って、 段階的に変化する。こういった自発的、刑事的な変化は、想像や統括といった役割に関して、いかなる心的、超自然的存在によっていることもなく、むしろ人間その他の生物は、自らのカルマに突き動かされて生じてくる。ジャイナ教文書の記述による宇宙の構造初期の、ジャイナ教とは、大地や宇宙の性質について試作し、天文学、 宇宙論の様々な面を発展させた。ジャイナ教の聖典では、宇宙は3つの部分に分けられているジャイナ教文書の中には、地理学に関して詳細に述べたものがある。以下のウパーンガー,アーガマで、ジャイナ宇宙論、地理学が詳細に述べられている、スーリア・プラジュニャプティ太陽に関する論文、ジャンブードビーパ・プラジュニャプティ太ももの木の生い茂る島に関する論文、本論文には、 リシャバとバラータ王の生涯の電気が含まれている、チャンドラ・プラジュニャプティ付きに関する論文15世紀の、スーリア・プラジュニャプティの写本より、さらに、以下の文書で、ジャイナウチュ論や、それに関連する話題が衝述されている。トリロカ・サーラ三世界論の公用トリロカ・プラジュニャプティ、三世界論に関する論文トリロカ・ディ・ピカー3、世界論の啓蒙書タットバールタ・タスートラ実在の、 本章に関する論述クシェトラサマサジャイナ地理学の概要ブルハトサングラーニジャイナ宇宙論地理学に関する論文宇宙人間という形でジャイナ宇宙論による宇宙の形状を描いたもの15から17世紀に描かれたジャイナ絵画ウダルバ老カにはバイマニクつまり下脱していない神々である天上の神々の領域である十二のデーブローク九つのグレベ役 五つの、アヌタルビマンが含まれる。アヌタルビマンの上、宇宙の頂にあって、ジャイナ教徒たちが崇める、全知全能の至福の存在、知ったとしても知られている無限にして下脱した神々の領域がシッダ・シーラである。シッダ・シーラの下にある五段階のアヌタルビマンは、以下のように名付けられている。 ビジャイビジャイアントジャイアントアプラジトサバルトシッダーアヌタル。ビマンの下には9段階のグレーベ役が存在し、以下のように名付けられている。バドレスバドレスジャイスマナセプリダンスネスダンスネアーモヘ、スパディバッデジャソダレグレーベ役の下には、以下のような名前を持つ12段階のデーバ廊下が、存在する。スダルマイシャンサナトクマルマヘンドラブラアーム廊下。 ランタク・マハーシュクラ・サファストラル・アーナとプラマト・アーラン、アキュータ・バイマニュク・デーバは、以下の2つのグループに分類できる宇宙の中間に位置するマディア・ローカは、我々が住む大地の上下にそれぞれ存在する900の余ンからなる。そこには、以下のような生物が住む、ジオティスカ・デーバ大地から790から900、ほど上の余ンに住む人間、ティール・ヤンクは、 大地に住むビアンタルデーバ大地より100ほど下のヨジャンに住むマディアローカは太陽に囲まれた多くの大陸、当初よりなる。そのうちの最初の八つは以下のような名前を持つメルサンが直径10万ヨジャンの円形であるジャンブードビーパに取り巻かれた世界の中央に存在する。メルサンの周囲を2セットの太陽、月、星々が巡っている。 というのは一セットが巡っている間もう一方はメルサンの向こうで休息しているのである。ジャイナ宇宙論による地図、図式を表した絵画作品。12世紀のジャイナ経典サンキッタサンゲアンの17世紀の写本により、ジャンブードビーパ大陸には6つの有力な山があり、大陸を7つの領域に分けている。その領域の名前は以下。 バーラとクセトラマハービデークセトラアイラバと、クセトララムヤクハイラニバとクセトラハイマバ、クセトラハリクセトラバーラトクセトラ、マハービデークセトラ、アイラバとクセトラの3つの領域では禁欲生活や、だ脱が可能であり、ティールタンカラたちが、ジャイナ教を説いたため、カルマボーミとも呼ばれる。他の四つの領域、つまり、ラムヤク、ハイラニバとクセトラ、ハイマバクセトラ、ハリクセトラでは、 人間が罪を犯すことなく、喜びにあふれた生活を送っており、いかなる宗教も、下脱も起こらないため、明るまぼうみあるいは、ボグブみと呼ばれている。ジャイナ教の七つの段階に分かれた地獄とそこで、行われる、様々な拷問を描いた17世紀の布絵左端に描かれているのは、各段階の地獄を滑る、半身半人とその乗り物とする動物である。 より低い世界は7つの地獄からなり、そこには、ババンパティ半身や、地獄的存在が暮らしている。地獄的存在は、以下の地獄に存するマイナスラトナプラバ、ダルマシャルカラプラバ、ダルマバルカプラバ、メガパンクプラバ、アンジャナドゥムプラバ、アリスタタマープラバ、マガビマハタマープラバ、マーダビ時間の車輪が半周する間には、それぞれ、 63人のシャラーカープル社つまり63人の尊い人々が定期的に現れ、その中には24人のティールタンカラやその同輩が含まれる。ジャイナ教の普遍史伝説は基本的にはこうした尊い人々の興業の記録である。シャラーカープル社は以下のようにカけゴライズされる。これらの他にはある程度重要な106人の人々が記録されている。 ジャイナ宇宙論によれば、シルサパヘリカはジャイナ教で最も大きい測定可能な数であり、1 0 9 4年を表す。これより大きい期間はパリオパマであり、ピットとの類比によって説明される。これは、8X8X8 マイルのうつろなピットが生後7日の、新生児の髪の小編で完全に埋め尽くされるまでの期間である。 一つの小品を得るのには100年かかる。この条件で空だったピット全体を髪の毛で埋め尽くすのにかかる時間が1パリオパマである。このため1パリオパマは少なくとも1094年より長い。サーグラポマは1系パリオパマである。つまり1サーグラポマは1210年より大きい。ありがとうございます。